西部から国内フリーエージェント FA 県を行使した山川穂高内野手32のソフトバンク移籍が19日決まり、同日午後1時から福岡市内で入団会見が行われた。山川は5月に強制成功の疑いで書類送検され、8月に県議不十分で不起訴処分となった。西部から無期限の公式試合出場停止処分を受け、 今季の出場は17試合だった。入団会見の前に報道陣に一礼する山川、写真複数。三笠杉彦取締役 GM49 は獲得のいきさつについて調査をさせていただいて不起訴となったというところ、本人が深く反省して野球に打ち込みたいという気持ちを確認して、球団内で王会長含め色々な方に確認をとって、 一度しっかりと面談をして我々の方針と気持ちをお伝えして最終的に山川選手の考えとか気持ちを確認した上で監督の了解も得て発表に至ったというところでありますと説明した球団への批判の声については球団の問い合わせ窓口にもたくさん届いているとした続けて球団内で議論して僕自身も確認させていただいた その上で今回しっかり調査させていただいて不起訴になった経緯も確認しましたし、反省してマイナスからのスタートだと自覚してホークスで活躍したいという気持ちを確認した。反対の声はたくさん聞いたが、総合的に判断して活躍する機会を球団として持たせていただいて、勝利でファンの方に応えるという判断、と語った。中日スポーツ、この記事はいかがでしたか リアクションで支援しよう。記事に関する報告。ソフトバンク。山川穂高の入団会見に批判殺到。謝罪会見マイナスからのスタート人的保障西部ホークス記事。黒のスーツに黒のネクタイ。山川は神妙な面持ももちソフトバンク入団会見にネット注目。異様な雰囲気。に多くの声。もはや、謝罪会見。 山川ソフトバンク入団会見で公式 X に賛否のコメント殺到。逆風を吹き飛ばす活躍を、結果が良くても喜べません。DNA、二冠無理の東ずまかつき、7890万円アップ、1億500万円でサイン、僕も妻も大台突破に喜びました。山川穂高、マイナスからのスタートになる、責任のある行動を取りたい。 ソフトバンク入団会見は謝罪でスタート山川ソフトバンク入団会見。三笠 GM 批判の声にたくさん届いている。しっかり調査、不起訴になった経緯も確認しました。